はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ今回はね、こちらを紹介したいと思います。 J4Eおまかせ防犯カメラになります。ね、今ね、主流のタイプになるね、これあのソーラーパネルもくっついててね、これグリ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 ンとか回るやつだね。はい、じゃあ見ていきましょう。パンね、D-FUMっていうねブランドなんだね、これね、2015年に設立されているそうです。まあ信頼、挑戦、顧客満足を追求しているそうですね。まあ、あのなかなか良さそうだね。で、視覚なし360度広角撮影10倍拡大まで対応しているそうです。すごいね、10倍ズームできるんだね、びっくりしたね。それで、2K 高画質から暗視撮影ということで、暗視距離最大20メーター、結構すごいねこれね。夜間でも綺麗なカラー映像をしっかりね、見えますよということで、まあ他社製は白黒フル HD ね、こちらは 2K 画質でカラー映像で使用というのが売りみたいです。はい、でしっかりと人体検知と、ね、これ発光威嚇、ね、光るのと、あとサイレンってピューってね、まあダブルでできるそうです。まあ設定だよねこれね、うん、これびっくりしただろうねこれね。はい、で音声通話やアラームね、ご飯できたよーはーいとかね、あと玄関につけておけば、あの宅急便とかね、まあ来客で、あのインターホン内にも使えるということになりますね。で家族みんなで共有することができるので、ピッポーンってきたらね、あ自分のお客さんだっつってね、すぐ分かります。はい、そしてね、バッテリーは16000mAh、 結構大容量が入ってるんでね、素晴らしいね。ソーラーパネルからチャージすることができるのでね、あとは毎日雨が続いてね、充電できない場合はポータブル電源とかね、そういうのからチャージすることも可能です、ね、であと IP65 防水、屋外に最適ですよということで、まあお家の中はもちろん外でも使えますよっていうことなんだね。はい、スマホで一括操作、リアルタイムで見ることができます。手動でサイレンを鳴らすこともできます、ね、なんかガサガサなんだろうな、ね、手動でサイレンビーッとこうやることもできる、ね、でライト操作をすることもできる、ね、明かりをつけてパン、なんかちょっと怪しいなと思ったらパッとこう光つけたりとか、ね、威嚇することができます。で検知する感度も設定することができます。すごいね。はい、商品自体はね、この横幅が130mm、縦は全体で 195mm、ね、奥行きは 165mm ということです、ね、でソーラーパネルは187-253mm ということでね、まあ、一般的なこの手のひらサイズのソーラーだね。はい、まあ、売り文句まとめになります。 16000mAh 超大容量電池 &7.5W ソーラーパネル、ね、くっついているので、まあとにかく 7.5W まで OK で、充電効率がものすごい高いんですよ。そして 16000mAh はね、貯蔵電力はものすごいある、ね、大容量という意味です。で保護パネルがしっかりとついてますよということで、品質はいいですよということだね。はい、 PIR 人体検知&スマート通知プッシュということでね、まあ、胴体検知アラームで今通知が来るんだね、なんか怪しいよ、なんか動いてるものが来たよとか、あとカメラの真下までカバーしましょうということで、これがね、90度の範囲で、一般的なカメラは55度なんだけども、このカメラすごいね、90度の範囲までいけるので、真下まで感知できるそうです。すごいね。そうだね、まあ、これ壁につけて真下が撮れなかったら、こうやって壁沿いにこうやって来たらね、感知できないからね、真下も OK、 頼もしい。はい、 2K 超高画質ということで、夜間カラー画像こんな綺麗に撮れるのね。あと赤外線を使ってのはね、白黒でも対応してますよっていうことなんだね。ほらこの2種類ね、すごいね。はい、それでね、アンテナが2本ついてるので、まあ、電波も良好なんだろうね、きっとね。10段階の検知感度ということで、まあ、これも、ね、この
最小感度と小感度、中感度、高感度、超高感度、ね、これのレベルがあるので全部で10段階合わせることができるみたいです。そして10倍ズーム、ね、デジタルズームをすることができます。で、悪天候にも耐えられますよということで、これも素晴らしいね。暑さ、寒さ、雨、太陽光にも全然びくともしません、ね。はい、そしてね、多彩な保存方法ということで、SD カード 128GB まで、ね、SD カードに記録することもできるし、あとは有料サービスのクラウドに保存することもできます、ね。で、あとね、画質がね、H265、これフォーマットね、なので、ものすごく超綺麗に保存することができますよということです。で、先ほど言ったように、ソーラーパネル、ね、で、ソーラー発電で充電しきれない場合は、コンセント充電とか、ね、ポータブル電源とか、モバイルバッテリーから充電することもできます。はい、そしてね、銀行レベルのデータ保護システムということで、まあ、セキュリティも万全のことなんだね。動画データに暗号化を施して外部に送信しているので盗み見られる心配がありません、ね、すごいね、まあ、よくあるよね、インターネットでいろんな防犯カメラを、まあ、ハッキングというか、まあ、これ普通見れるんでしょうってね、ポコポコポコってやってよく映してるのあるよね。だああいうのにもちゃんと、プライバシーね、まあ、ブロックしてくれますよっていうことなんだね。で、安全性能ね、ちゃんと技的認証もしっかりと取得しております、ね。金融グレードセキュリティの管理、ね、24時間しっかりとしてるみたいです、ね。はい、まあすごいね。じゃあ早速オープンボックス行きたいと思います。ワクワクしたね、これね。はい、それじゃあね、開封していきましょう。パッケージはね、こんな感じになってます。もう完全に日本語でね、ジャパニーズパッケージになっています。はい。まあ、どっからどう見てもね、ほら、日本語パッケージになってます。はい。で、スマホでアプリね、QR コードもついております。ここから撮ってね、ってことなんだね。商品の特徴なんかも書いてあります。まあ、頼もしいね、こうやって書いてくれたらとね。はい。それじゃあ、しっかりと中を確認していきたいと思います。よいしょ。ほっ。ほっ。ね。はい。じゃあ、これを取ると、まず一番最初上に見えてくるのが、はい。マニュアルになります。ね。ちゃんとジャパニーズランゲージで書いてあります。おー。これ、マルチランゲージじゃなくて、もう完全に日本語専用のマニュアルだね。ほら。これは頼もしいね。嬉しいね。うん。ね、アプリも、これね、ちゃんと入れておかないと。ほら、これ全部、図解説明入りで、全部これね、日本語マニュアル。写真入りでほら、わかりやすいね、すごく。ほら。ね、これ全部、日本語マニュアルです。いいね。はい。そして、おおこれだに、これがソーラーパネルかな、もしかして。おお、でっかい、なんかタブレットみたい。通常のやつってもうちょっとこうちっちゃいよね。これぐらいだよね。倍ぐらいあるってことはね、すごい、これ大きい。今まで見た中で一番最強に大きいじゃん、これ。すごい、わーい、でっかいソーラーパネル。これは頼もしいね。バッテリー大容量だし、ソーラーパネルがちっちゃいと溜まるまですごい時間かかるけど、いや、これぐらいでっかかったら安心だよね。いいぞ、いいぞ。はい。そしてね、こんな感じになってますね。まあ、こっちの方は付属品いろいろね。はい。取り付けキット。これはソーラーパネルの方かな。ね。はい。これがおそらく本体の方の取り付けネジと、これが間ね、本体からのパコーンって取りやすさね、これね。リセットピンみたいなね。はい。で、ケーブル。ね。ケーブルは、これは、タイプ B かな ?C かな?どっちかな?これね。B かな ?C かな?ちょっとパッと見わかんないんだけど、パッと見わかんない。ちょっと待ってね。パッと見わかんない。まあいいや。本体見ればわかる。ね。はい。そして、これ、本体。よ、ちょっと待ってね。
よいしょ。本体もね、すごいガッチリしてる。めちゃめちゃガッチリしてる。よいしょ。すんごいガッチリしてる。よいしょ。これね、ガッチリして出てこない。よいしょ。よいしょ。よいしょ。いやー、ガッチリしてる。これどうやって出したらいいんだろう。よっ。よっ。取り出し方がわからない。よいしょ。すっごい。よいしょ。よっ、よいしょ、よっ。これね、内側にこう空間になってて、こう、極端に言うとこう丸みたいになってて、ここにポコンってはまってるから、出すのがね、これ、ここしかもね、こう繋がってないので、こうやって出すことができない。よし、あ、取れた。はい、取れた。出ました。ね。はい、お待ちどうさまでーす。取れました。ね。うわー、なんか、これすごいしっかり、うわ、この大きさ、でかい。すごい。で、ここ読み込みだね。スマートフォンでね、パッと読み込むやつだね。いや、すごいなー、これは。ね。びっくりだね。はい。それで、ここ見える、ここね。ちゃんとこのステッカーのところで、ちょっとズームできるかな。はい。見えるでしょうか。ここにちゃんとね、技的マークもしっかりとついてあります。ね。安心してください。ついてまーす。はい。ということで。で、あ、これはすごいね。よくあるやつはここら辺にアンテナがついてこう立つんだけど、これはカメラのところにこうついてるんだね、これ。へー。で、取り付けがここなんだ。ほら、がっちりと。へー、すごーい。しっかりしてそうだね、これね。めちゃめちゃすごそう。で、ここもしかしてマイクかもしんない。ね。これマイクだね、おそらくね。へえ、ここがこう動くんだね。ということは、真下まで対応ってことは、もうやっぱこうだよね。こうだよね。こうじゃないよね。こうじゃないよね。こうじゃないよね。うん。いや、こうかな。上にこうつけるのかな。こうかな、こうじゃないよね、こうかな。これでこの真下まで行って、こういう感じかな、これね。こうだね、おそらくね、やっぱね。こうだね。うん。はい。いや、すごいなぁ。で、ぐーっと。はい、こちらもぐーっと。おう、すごい回るんだね。355度ぐらい、うん、だってこれがここでしょ、こうなってこっち向きでしょ、でぐーっと回して、はい、ここまで来るから、だからこっからここまで、こっからここまでね、視野角すごい広いからもう視覚がないっていう感じだね。で、これでこうしてこう回りながら、これがこうなるわけだから、だからこういう感じだね。こうから、ぐーっと回るから、ほんと視野角ないよね。ぐーっとこう回してるから。すごいね。うん、で、ここ。ね。はい。ここのところに、なんて書いてあるのかな。SD ってか、マイクロ SD って書いてある。ここで、マイクロ SD って書いてある。ね。で、リセットって書いてあるんで、ここの中に、はい。SD カードは別売りだそうです。これね。で、ここにリセットボタンがあります。これさっきピンがあったね。こうパチってやる。リセットね。リセット、ほら、これね。リセットピンだね。これでパチンってこう押すやつ。ね。はい。いやー、すごいな。この存在感がすごすぎて。いや、これはね、防犯カメラとしてすごい存在感だね。おっきい。うん。で、このカメラもね、ここ頼もしいしね。
で、これどっちがどっちなんだろうね。これがライトか。これが。で、これが赤外線かな。多分ね。いや、めちゃめちゃ頼もしいね、これはね。うん。はい。そんなわけで、実際にちょっとアプリの方をダウンロードしてみたいと思います。ただ、これは検証でね、検証で使うのに、そうね、ちょっとなんか板かなんかに取り付けたいけど、ちょっと取り付け場所困るな、これね。うん、大きいからな。うん、じゃあまず最初テストでアプリを入れたいと思います。はい、まずね、アプリの方を今インストールしています。はい、インストール。で、インストールしながら、ちょっとこれね、充電しておきたいと思います。まあ、どれぐらい入ってるかわからないんで、ここを開けて、で、ここだね。で、形状から言うとこれタイプ C だね、これね。で、スイッチがオンオフになってて、今これオフ側になってます。ね。はい、じゃあちょっとこれ充電。これタイプ C だね。これ逆でも行くはずでしょう。うん、逆でも行くからね。タイプ C です。これね。はい、それじゃあね、ちょっとこう充電します。で、アプリの方が今インストールできたので、開く。ね。おじいも今ね、マニュアル見ながらやってるんでね、これね。うん。はい。で、多分ログインで、登録が必要だね。はい。じゃあ、やっていきます。はい。それではね、今、メールで登録しました。で、ここで新しいデバイスを追加しますって出てるので、スマートデバイスを追加。あれかな？電源をオンにしないといけないよね。ちょっと待ってね。あ、それは指示してくれるのかな？もしかしたら。ね。あ、これ消えちゃうんだ。こんなに一瞬で消えちゃうんだ。うわ。よいしょ。アンドロイドの、収納で。はい、じゃあ、追加にします。で、アクセス許可をできるようにする。はい、OK。で、許可しますか？はい、OK。で、まあ、いろいろ許可して。で、追加、電源を入れた後、デバイスモニターによって QR コードをスキャンしましてね。じゃあ、電源を入れるって、やっぱりマニュアル見ながらやらないと、電源を入れるとか、そこら辺だから、どこに電源があるとか、何にも指示してくんないから、これでいいのかな？これで電源入ってんのかな？これで電源入って、ね、多分ね。設定モードを起動します。はい。で、多分、ここの QR コードを後ろを読み込むと思うので、はい、来ました。ね、来ました。これで追加します。すごいね、なんか超ウルトラハイテクだな。ね。でも一応 ID がこの103ってこれでに、ここの ID とこれ認識してるんで、これね、すごいね。追加。ただこれ、あれかな？ Bluetooth、Wi-Fi か。Wi-Fi だから Bluetooth はいらないよね。うん、まあ、Bluetooth は遅いからね。さあ、これで、まあ、繋がるのを、まあ、ちょっと待ちましょう。デバイスライトが点滅している。で、リセットをしてください。デバイスライトが点滅？ちょっと待ってね。よいしょ、上に向けないと。よいしょ。あ、デバイスライトがね、うん、点滅しています。確かにね。点滅してる。で、デバイスの電源を入れ、インジケーターライトが点灯するかどうか確認します。うん、インジケーターライトが点滅した場合はリセットし続けて、デバイスをリセット。で、今点滅している。はい。で、リモートビュー。Wi-Fi またはその他のネット経由で、リモート選択をしてください。ほとんどの人が選択を。はい。で、2.4GB。ちょっと待って、2.4GB じゃないとダメだから、他の Wi-Fi に切り替えるにして、2.4GB を選び直します。はい、2.4GB に接続済みになりました。それで、これを選びます。で、あ、パスワード入れんの？
そしたら、レンズに合わせてっていうから、ちょっと待ってね。これを。ちょっと待ってね。大きいから。大きいから、ちょっと待って。よいしょ。大きいから、読み込ませるのがね、ちょっと大変だね。はい、これで読んでくれたかな。Wi-Fi 設定中です。しばらくお待ちください。はーい。設定したらものすごい楽だ。Wi-Fi 接続が完了しました。おう。で、インジケーター点滅しないのを開く。これで OK なのもう。これで OK？ で、接続するで、おー、早え。おー、早え。すげえ、こんなに早くシコシコ進むの？おー、はえー。なんか、今までのやつってすごいね、2分ぐらい待たされたけど、はーやーい。びっくりだな。まあ、どこにするかってことだよね。まあ、とりあえず何でもいいよ。オフィスを選んで、まあ、何でもいいや。いや、すごいな。それで、今でもこれひっくり返してるんだよな。これで見ると、おーおじいが、おじいがいる。こうか、こうすると、おーおじいがいる。はい、おじいがいるよ。わ、めっちゃ綺麗だな、これ。V、わ、V、わ、あ、意外と反応もいいね。悪くないね。これは、おー、自動で行くんだ。ボタン押さなくても。こちらを押すと、ビデオ全体をなんだかって書いてあるな。いやー、すげー。いや、めっちゃ綺麗やん、これ。うわーい。おー、すごい、すごい。いや、めっちゃすごい、これは。で、おお10倍ズーム、おお、ズームできるね、ほんと。あ、で、こうやって、動かせるんだね、こうしてね。ほら、おお、こっちも。うわー、今ね、敷き方が、今、床を基準にしてるからね。うん。いや、すごいね。ほら、ぐるーんと。ね。検知したよってお知らせかもしれないね。うん。今、どっちにどう向いてるかもう分かればなっちゃったもん、これ。あ、そっち行ったの？逆に、そうやって行ったなら、とりあえずテーブルの下向いちゃうから、ね。うん。テーブルの下向いてしまうから、これはあれかな？これが、これで限界かな？これが、ここしっかりとゴムをしっかり締めないと引っかかってる。まあ確かにね、ゴムが引っかかってたらいけないよね。はい。これ今こうなってるけど、今横だから、で、これを、今どっち向きかな？こう、今、向きをこう、正しております。はい。上下のね、向きをこう、正しております。はい。上下がこれであったかな？ちょっと行き過ぎたかな？ね。はい。ちょっと修正。あ、またちょっと行き過ぎた。こんなもんかな？ね。で、どっち側かな？上に行くとおじいだ、こうだね。うん。はい、こんな感じ。ほら、すごい、あ、そうか、こうすると、こうすると見えなくなっちゃう。こう、ああ、見えなくなっちゃうね。うん。カメラここにあるから。まあ、しょうがないけどね。いや、綺麗だね、これね。ほんと。じゃあ、これね、早速ちょっと表つけてみたいけど、まあ、その前に、おー、すげえズームするんだな、これ。あ、ここに倍率がある。これね、今ね。で、時刻とか、
全部見れるんだね。すごいね。これズームは分かったけど、こうか、ね、この大きいモードはこれどうやったら2000画面モード、あ、これで戻るんだね。うん、まあ一応直感で使えるねこれね。へー、でここにあの音のオンオフとか、ちょっと白いから見にくいね。これ、あれだね、黒に白にしてくれた方が見やすい。白はちょっとあれだね、きついね、これね。うん。これ、逆転してくれた方が絶対見やすいね。で、ここに、コントローラーみたいに、こう、ほら、上下左右がこうあるので、これで動かすこともできます。これね。こうして。はい。いや、すごいね。で、設定画面なんか見ると、ここで全部設定できるんだね。デバイス ID とかね、バージョンとか、ね、感度とか全部ここら辺でできるって書いてあったよね。うん。音声読み上げ機能とかあるんだね。で、喋ったもん。ね、いっぱいね。で、デバイスの容量が、どれぐらいデバイスがサウンドを再生する。お、これ音量か。デバイス容量って、うん、まあ、ちょっとおかしだとかあるけど、まあ、ファームウェアのアップデートとかもあるんだね。うん、アップグレード中です。電源を切らずに、しばらくお待ちください。おー、アップグレードまでやってくれんの？すげーなー。はい。これでアップグレードしたんかな、これ。で、これ、私、システムメッセージとかね。ああ、個人情報暴露された。はい、今ね、もう夜になっちゃったんで、庭の監視で、物置の上にね、ポンって置いてあるだけなんだけど、いや、かなり、今、車がここね、動いてるけども、はい、今、赤外線のセンサーでね、10倍までこう寄れるっていうのはこうすごいよね。うん。今こんな感じで。この部屋の横なんだけどね。うん。じゃあちょっとね、動かしてみましょう。あ、こうだったらいいか。今、上下逆にやってるから。こうが回転しちゃうから。これが下がいかないから、これで上に向くのかな。天井の方に。ほら。ね。うん。今上下逆についてるんで。はい。こんな感じです。で、多分ね、回転するかな。ほら。ね。こう回転になります、左右で。いや、よく動くねえだけどね。はい。こんな感じでね。あ、標識なんかはあれだね。赤外線で反応して、これ30キロとかってほら。ね。こうやって反応するんだね。あ、車の影が。ね。まあ、ちょっと戻そうか。よいしょと。はい。これで正常かな。これね。はい。ちょっと下の方に向けて戻したいと思います。こんな感じでね、庭の野菜泥棒を、こうやって監視することができるよね。うん。すごいね。ほんとね。操作はね、これめちゃめちゃ簡単。で、よいしょ。いつものちっちゃいのにすると、どこを押すんだったかな。ちょっとボタン覚えなきゃなんないけど、これで戻るんじゃない？これで戻らないんだね、これ。よいしょ。縦画面にどうしたら戻るのかな？よいしょ。ね。うん。多機能すぎて覚えないと。ね。縦に戻すのにまた一苦労です。はい。じゃあちょっと一回ね、切り替えましょう。はい。今ね、メニュー見てて、これ、赤外線モードなんだけども、フルカラーモードのやり方がね、わかりました。ここ、電気、これね。
はい。そうすると、こうね、ライト照射ってあるんだけど、青いのしか見れないけど、ここに見え、実はね、見えないボタンがあるんです。幽霊のボタンがあって、ここの幽霊ボタンを押すと、フルカラー。ね。はい。これでライトがつくので、はい。ライトがついてフルカラーになります。だこれ、人感でセンサー感知したら、これあれなんだね。カテライトがついて取れるんだね。今これね、どうやってついてるかっていうと、よいしょ。ちょっとね、お見せしましょう。これが、はい。今こんな状態で、こんなに明るくライトがついてるんだね。それで、でも、これぐらいしか当たってないんだけど、うん、でも十分に明るいね、すごく。はい。じゃあちょっともう一回ね、戻って見てみましょう。ほら、昼間のように映ってる。すごいね、これね。こんなに綺麗に映るの？いや、びっくりだね。すごいね。で、これ赤外線に切り替えると、ね、また白黒に戻ります。はい。いや、びっくりだね、これね。うん、操作の仕方はすごい簡単。で、写真を撮りたいってなったらね、ここ写真のマークを押すと、はい、今スクリーンショット、ね、撮りました。うん、だから録画撮りたくなったら、この録画も撮れるってことだね。いや、めちゃめちゃすごいね。で、会話をしたいときは、この会話のボタンを押すだけ。ね。すごいね。で、SD の記録の内容を見たかったら、これを押す。で、これがマイクだね。これ、外の声。これで今、会話ボタンを押すと、わーっていくと思うんだけど、うん。外静かだからね。今、ミュートを解除したんだけど、まあ、静かなんで、音が何もないんで。ね。はい。まあ、一応オフにしておきましょう。うん。使い方はね、めちゃめちゃ簡単。うん。ただ、これ感動したのは本当にフルカラーなんで、ほら。いや、綺麗だなぁ。これで、不審者が近づいてきたら、このライトでパーってつくと、かなり、威嚇になるよね。ね。で、ピロ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 って出たら、余計びっくりするよね。うん。はい。いや、一応、夜の感じはこんな感じです。まあ、昼間も当然綺麗に撮れると思うんだけどね。うん。いや、すごいすごい、これは。ね。はい。標識なんかも、しっかりバッチリ映ってるね。すごいね。あ、こう、黒くするとフルカラーってあるんだね、一応。で、赤外線って戻して、はい。また白黒になりました。ね、で、ポンポンって押すとワンタッチでズームと、こうしてね、離れた方に戻るんで、ね。まあ、実力はかなり高いんじゃないかなと思います。はい。ということでね、明るい昼間になりました。で、今ね、仮にここにね、設置してあります。駐車場です。ね、で、前ね、ここに、ちっちゃいのがね、今1個コンセントからの電源供給で、まあ、使ってるけど、大きさ的にはね、こんなに違います。ね、で、今回は360度動くんでね、不審人物が来ても追跡機能ついてるからね。で、今ね、カメラが下向いてるので、今こんな感じだね。こう向いてるんだね、今ね。うん。じゃあね、カメラをちょっとこれ今片手で持って操作っていうのがちょっと大変なんで、よいしょ、これでね動かしてみたいと思います。ぐーっと、おー、めちゃめちゃ全部入る。今自転車ってね、全部のエリアが入るね。全エリア入る。素晴らしい。うん。こう、すごい広角、全エリアが入る。ね。こんな感じで。
で、ちょっと左側、あ、ここをこう向くことができるんだね。じゃあちょっとこれで上向いたらおじいが落ちるんじゃないの。あ、おーい。あ、で今人感知したからビヨーンってきたんだね。なんか動くもの見つけました、人を見つけましたよって今おじいがね。あ、これはね、これはいいね、すごいね。うん、これはね、めちゃめちゃいいね。うん、じゃあどれぐらいにしようかな。ちょっと、なるべく不審人物、うん、もうちょい。車の天井ぐらいまで、うん、で、これぐらいでいいかな。で、もうちょっとこっち側向けたいね。よいしょ。で、もうちょい、もうちょい。うん、そうだね。まあ、入り口のところ、セキュリティ的に言うとね、防犯的に言うと、これぐらいだろうね、うん。はい。それじゃあね、ちょっとおじいが、実際に、不審人物に、まあ、おじ、まあ、不審人物じゃないけど、ね、今ね、あ、ちょっとこれ、見にくいか。ちょっと見にくいね。見える？見える？見える？見えないね。ちょっとね、だから反射式は良くないんだよね。見えないね。見えないね。はい。まあ、しょうがないね。見えないね。反射しちゃって見えないです。でもね、すごく綺麗に見えます。はい、ちょっと諦めましょう。ね。うん、まあ、タブレット反射しちゃうからね、しょうがないよね。はい、まあ昼間はでもね、こんなに綺麗なんだね。ちょっと場所変えます。はい、戻ってまいりました。ね、場所変えました。ということで、今、昼間撮ってきた中だけでも、おピロロンピロロンね、通知言ってたけれども、この何かこう、動体検知で、このようにね、ちゃんと全部反応して残してくれてあります。すごいよね。で、あと細かい内容とかね、やっぱり一人だとちょっと大変かなっていうのがあるんで、音も羽打っちゃうしね。なのでなかなかそこはできないけど、まあ大体書いてあることはそのままできると思いますね。まあオープンボックスで全部やってるとめちゃめちゃ長くなっちゃうんで。で、一つ思ったのは、カメラはすごいしっかりとして大きいし、広角だし、まあ、ぐるぐる回るからこう死角がないよね。本当広角なんで、駐車場隅から隅までもう全部カバーしてしまうっていうね。なので、まあ360度回るんだけど、まあ、大体取り付ける場所によってはそんなに大きく変えなくても大体みんなすっぽり入っちゃうんじゃないかなと思います。で、あと大きなソーラーパネルがついているので、なので取り付け場所に今みたいに屋根があっても、コードでこう延長することができるんだよね。やっぱコンセントから撮ってるものよりは、やっぱソーラーがあると便利だよね、すごくね。はい、そんなわけで、おじいは今回のこの防犯カメラ、これすごいいいなと思った。もう大きさからしてびっくりしたんだけども、やっぱ画質も綺麗だし、機能性能しっかりしてるし、あれ繋がんないとかってそういうのがないんで、やっぱいろいろ見てきた中で優秀だなと思いました。ね。まあ一つ頭一個出てるかなって感じだね。まあ空の大きさすら違うからね。うん、やっぱいいと思う。さあ、お値段の方確認していきましょう。せーの、ドキューンということでね。はい、お値段の方なんだけども、ちょっとね、これまた複雑で、お値段がね、15,800円になります。でね、まあ、よく期間限定でね、3000オフのクーポンが出てるので、12,800円で購入することができます。だこのクーポンも出たり消えたり、出たり消えたりするので、タイミングです。で、今ね、これいつまでかわからないんだけど、リアルタイムで見ると、これ今ページなんだけども、今リアルタイムだとタイムセールやってるんだね、これね。はい、タイムセール。で、タイムセールで今15,800円が13,430円になっておりますね。なので、まあ買うタイミングによっては、クーポン出た時が一番お得だと思うし、まあ、ない時よりもセールの方がお得だしっていうね、これもタイミングなんで、これもじっくりと見ていただければなと思います。はい、
今回は全方位お任せ防犯カメラオープンボクシングでね紹介させていただきました。まあ、実際にねこう長い間使い込んでみないと気がつくことあってね、あまりオープンボクシングは気がつかないんだけども、でもサクッと人通り使った感じはあまり困った内容がなかったので、おじいの動画シリーズで見てくださっている方だったらとりあえず直感操作でほとんどのものが賄える、あとメニューがちゃんとした日本語になってるし、あとその直感で使えるみんな操作とか設定とかになってるので、いや使いやすい一品ではないかなと思いました。正直でね、これはねおすすめできる防犯カメラだなと思います。あとギリギリ車もしっかりとね取得しているので、この辺も安心なポイント大きく上げておきたいと思います。というわけでまたね、何かあれば2個目の動画を追加したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ。